はい、7月19日ですね。今日めちゃくちゃよく晴れてます。久しぶりに日が照ってあったかーいというか暑い感じですね。で、一応ね、米ぬか降ったハウスの、まあ、状況をね、日曜日一応撮ってるんですけど、まあ、すごくいい感じだったんで今、ちょっと映します。こんな感じ。寄ります。はい、米ぬかが発酵してますね。真っ白、白。もうなんかね、雲みたいな感じでなんかすごい張ってるのがわかるかなと思うんですけど、まあこんな感じでね、発酵し始めました。一応ね、昨日かな、横乾水入れまして、横で乾水して、その後にちょっとほっといたんですけど、いい感じにね、クモの巣が張って、まあこれが、本当に消毒をしたかったっていうこの意図なんですけど、まあこれね、またね、月曜日の動画でちょっと解説してあげていきます。すごくいい感じで、はい、発酵してます。皆さんこんにちは。吉村農園の吉村です。ということで、今週もですね、吉村農園の農業日記始まりました。今日はですね、非常に暖かくてですね、週明けなんですけど、非常に天気が良くて、久しぶりに夏日って感じですね。で、一応今日は、先週の引き続きでね、米ぬかが降ったハウスに対してですね、ビニールを被覆していく作業を今日やってきますので、ぜひぜひご覧ください。一応先週はですね、トラクターでうなうところまで終わりましたんでね。で、先ほど映した動画なんですけど、映像だったんですけど、日曜日にね、水をかけた米ぬかが降ってトラクターで、うなったところがですね、ちょうどですね、いい感じに、発酵してたんで、ちょっと動画を撮りました。まあ、あんな感じでね、ハウス内を被覆すると発酵もしていきますんで、ああいった映像もちょっと今後ね、被覆をして数時間経てば、数日経てば、ちょっと撮れますんで、ちょっとまたね、撮っていこうかなと思いますので、ぜひぜひご覧ください。では早速ね、ハウスを被覆していきます。では早速、行ってみよう！はい、ではですね、早速なんですけど、ハウス内にビニールを被覆していきます。で、とりあえずね、こういった感じで、各ハウスに、ビニールこう、もう、ワップってあるんですけど、このビニールをね、ここのハウスでは使っていきます。はい、では作業、早速、行きます。ここは水ぶつは、中で。で、重しつけちゃうのか。トラクターで歩っといたから、もう。あとは水あかんで、あれしたろう。はい、今ですね、ビニールを引っ張っていってます。一応ね、2パターンあって、さっき取った方が、自分のね、人間の手で引っ張る方で、こっちはね、トラクターで引っ張っていきながらビニールを被覆するやり方です。一応ね、今日40棟全部のハウスをこう被覆しなければならないんで、半分はね、このトラクターで引っ張りながらかけていく方法でやっていきます。はい、こんな感じで
もうトラクターで引っ張るだけなんでね、すぐ早く終わっちゃいますね。バーって引っ張ってきます。あんな感じで作業、していきました。一応ね、今日ね、40棟なんとか全部のハウス被覆し終わりました。一応ね、このビニールを被覆するやり方っていうのは2パターン一応でやってまして、2パターンのやり方があって、一つのパターンが、こう人間が普通に引っ張っていく。力だけで引っ張っていくってやり方と、あとはもう一つのパターンがトラクターでこうビニールを引っ張っていくやり方。っていう形で2パターンでやってます。で、一応ね、なんでこの2パターンでやってるかっていうと、どうしてもハウスの長さによってちょっとそのやり方変えてるんですよね。30メーターぐらいの短いハウスであれば、特にね、人が引っ張ってっても全然距離が短いんでいいんですけど、まあ長いハウスとかだとね、30メーター以上、まあ40メーターとか50メーターになってくると、どうしてもね、距離があるんで、ビニールもそれだけ引っ張る距離も長いのと、ちょっと重くなるビニールの長さがあるんでね。そういった時はトラクターを使ったらな感じで引っ張っていきます。はい。一応、吉村農園だとね、一番長いハウスで、何メーターだろう ?70 メーターぐらいあるのかな ?70 メーターぐらいの長いハウスあるんですけど、そういった時は、ビニールで、ビニールというか、トラクターですね。トラクターを、トラクターにビニールをくっつけて、引っ張っていくって形になりますね。そんな形でやってます。で、とりあえずね、これで一応、米ぬか堆肥の、被覆をする作業っていうのは終わりになって、あとはそのまま、ほっとくって形になるんですけど、一応2週間ぐらいそのままほっときます。一応ね、またね、ちょっと、ご説明にはなるんですけど、吉村農園では3パターンの、はい、土壌消毒というか消毒をしていくんですよ。一つ目が6月にやってた、水を畑の中に入れて、プール状にしてやる消毒っていうのと、あとはですね、もう一つのがこの米ぬかを入れて、米ぬか堆肥を入れて、消毒、被覆して消毒するやり方。で、最後に、まあ8月にまたやるんですけどね、この2週間後ぐらいにまたやるんですけど、それはクロリプキリンっていうね、農薬を使ってしっかりと最後、また消毒をしていくって3回やっていきます。まあだいぶね、3回やる必要性はもしかしたら、ちょっとね、だいぶ細かくやりすぎてるのかもしれないですけど、連作障害って本当に出ちゃうと大変なことになるんで、ちょっとね、しっかりと3回やっていきます。はい。それのうちのとりあえず2回が終わりましたんでね。とりあえずね、こんな形で、今後、とりあえず、被覆する前に水もかけたんで、まあ大丈夫かなとこなんですけど、まあ水が足らないようでね、米ぬかの発酵具合がちょっと悪いようだったらちょっと水をかけていこうかなと、ビニールの中に水をかけていこうかなと思うんですけど、とりあえずはこれで2週間ほっときます。はい。あとはね、どんな状況変わっていくかっていうのはちょっと、あと何日間か経ったらまた動画あげますんで、そちらもご覧ください。ではまた明日の動画でお会いしましょう。では、また明日。